はい、こんにちは、速稼塾の久保でございます。ビットコインね、すごい値を上げてますよね。そして250円前後でしっかりと安定した地盤を作ったように思います。この200円を超えて購入した方ってのはさらなる値上がり益を狙っていると思われますので、おそらくね、300万とか500万になるまでは手放さないんではないかなと思います。逆にですね、もう200万円前後で買い始めた方が250万前後でね、手放すことはこれありえないですね。だから今手放すとしたら100万円以下の方が利益確定をするために売りに出ることはありますけども、まあでもね、200万でエントリーした方が300万前後で引き出すとはとても思えないんで、これはね、300万なり500万なりっていうのが見えるんではないかなと思います。2021年度中にビットコインは少なくとも500万、高ければ1000万に行くような感覚があります。感覚ですよ。ここまでは私の勝手な感覚です。それではね、これからテクニカルの方をしっかりと見ていきながら、本当はいつまでにどのぐらいの図を描いていくのかね、チャートを描いていくのかってことを、たくさんのパターンでロスカットラインを入れながらね、検証していかないといけないかなと思います。それに引き続いてですね、我らが ADA コイン、こちらの方も堅調な値上がりぶりじゃないですか。今ね、見てみますと、30日足でかなり横ばい安定、14円から18円のボックスを書いてるんですよ。90日だともう完全にですね、14円以下のレンジを抜けて14円から18円のフェーズに入って、さらにね、20円を向かう、そんな形を見せてますね。180日足で見るとまさに、そうですね、100日前ぐらいの水準戻ったんじゃないですか。110日前とか、だから要するに底固めができたってことですね。素晴らしいな。 XRP も30日足で過去の水準に戻ったと思われます。で、90日で見てみると、若干ね、右肩下がりに見えるんですけども、これはね、フラッグを描いて上に突き抜けるパターンだと思いますので、これも期待できるんじゃないかなと思います。まあ、期待できるっていうのは感覚の話ですけどもね。なるほどね。はい、今度ね、チャートを見ながらしっかりと時間取って皆さんと一緒に検証していきましょう。暗号通貨は今仕込み時ってわけではないと思います。特にお金のない人は今仕込んだらリスクが高いだけですから、あと見ていくだけでいいんじゃないですか。もしくは入れるとしてもね、1万円以下の単位で入れて、もちろん利幅は少ないですけども、リスクが減るじゃないですか。だからまずね、お金がない、全体の資金量がない人は、その資金量に合わせて、小さいチャンスに小さいリスクで挑まないとダメですからね。資金が増えていったら、そこそこのリスクを抱えて、そこそこのチャンスに向かうことができるんですよ。これがね、やっぱり初心者のことは逆になります。資金少ないのに、高いリターンのために高いリスクを取っちゃうんですよ。だから、なけなしの30万、50万が引き出せなくなっちゃって慌てるわけでしょ。だから30万、50万とかね、まあ、100万単位ですね。100万単位がなくなりましたって言っても、あ、残念だったな、次行こうかみたいな、このぐらいの気持ちじゃないとやっぱりね、投資は向かないですよ。だから投資の前にビジネスでしっかりとお金がいつでも作れるような状態を作っておくのが、まあ、最低条件だと私は思いますね。はい、暗号通貨については、あ、今回はね、以上ですね。まあ、暗号通貨の放送をしながら、暗号通貨のね、口座開設のアフィリエイトでも取っていった方がいいと思いますよ。まずは本当に今、口座開設またね、流行りだしたっていうか、報酬が高いですから、アフィリエイトかけていきましょう。私もね、アフィリエイトはほとんどやってませんけども、ガンガンやる時期終わりましたけども、でもね、アフィリエイト報酬、毎月毎月結構な金額入ってるんで、まあ、いろんなね、トライができます。本当にありがたいことだと思いますね。やっぱアフィリエイトをね、一生のうちに一度身につけておかないと、余剰資金がいつでも作り出せるような、そんな形にならないんで、いつまで経っても投資に向かえないんですよね。ということでございます。本日以上です。